本日の日付が2月の13日でございます。ごきげんよう、しんのすけでございます。しんのすけの部屋、1週間前の部屋に問い合わせられた質問100件以上ということで、まだそれの30、3分の1ぐらいしか消化してないので、まだまだ行きたいと思います。はい、ヴィンセント WS さん、いつも生温かく見守っております。シックスカウンター関連の振り分けや確率など完全に解析が出ないことには何か理由があるのでしょうか。打つ上でできる限りの知識は身につけておきたいのですが、あと福岡にも来店してくだされば嬉しいですというところで、僕も結構問い合わせしてるんですけど、出てこないですね。出てこないんですよね。で、まあ一応いろんなメーカーありますけれども、今あらゆるメーカーのその広報窓口のシステムがですね、まず開発から営業を通して広報に降りてきて、で情報を出すか出さないかっていうところで、その何でしょうね、情報の取捨択一、開示情報、出してもいい情報の取捨択一がなんか前より複雑になってるっていうのが理由でしょうかね。ね、本当シックスカウンター関連の振り分けは欲しいですけど、ただ出てこない理由はやっぱあると思うんですよ。設定差が激しい場合に出てきにくいです。っていうところの、あと僕のその経験則であったり、いろんなその取材であったりのあれから、いわゆるシックスカウンターつきやすい台は高設定挙動っていうところに行き着いたんですけどね。いう感じですね。福岡は行きますよ。第1土曜日に行きますよ。そろそろね。楽しみにしてください。さあ、次、前田優斗さん。絆のこと、この前フリーズ引いたんですが、ゲーム数消化後、天然背景来いって気合い入れてレバー立てたら鳥が飛んできて BC 確定ってなって、その BC 中にまたフリーズ引いたんですけど、こんなことあるんですか？ちょっと、アイコすいますね。フリーズ引いて、フリーズしろ、ではボーナス消化後、天然背景来いって気合い入れたらレバー立てたら鳥が飛んできて BC 確定だって。何言ってバジリスクタイムっていう告知画面で何かを引いてフリーズしたんですよね。そこであの、タカがるんですよ。ああ、なるほどなるほど。おお、なるほどね。やるね。名前は？ リュウです。あ、分かり、多分だからボーナス消化してて、要は2ゲーム連続でボーナスを引いたんじゃないですか。プレミアムバジリスクタイムを、白バーを。で、結局ね、フリーズのボーナスを消化し終わった後、1ゲームでそれを引いたから、そういう感じになったんじゃないですか。こんなことってあるんですかって言ってますけど、ないです。自慢しろ。とちろうさん、シェイク3質問です。先日、青 VGA 広角から5つボーナスをストックしました。すごいね。ストックしたボーナス消化中、スペシャルトラックやエクストラライブ中の7揃いでボーナスを3つストックしました。おお、すごいね。延べ8個。目に見えるボーナスストックを消化し、終わっちゃったと思ったら、ここの爪のボーナスが出てきました。VGA 広角かスペシャルトラック、エクストラライブの特化ゾーン、どちらかのボーナス、ここで切れちゃってんだよ。いや、切れちゃってんだよ。これ多分切れちゃってる。とちろ、長かったんだな。編集済みって書いてあるわ。その続きが、ボーナスストック、どちらでもボーナスストック獲得時には1回あたり複数個のストック抽選がされているのでしょうか。ああ、1回あたり複数個のストック抽選がされてる。まあ、される場合あるんじゃないですか。薄いですけど。僕の髪は細いんですけどね。すごい。大したもんだ。ね。そういうの俺やりたいね。大したもんだ。とちろ。な感じで。ジアスカイさん。シニさんの喋りが落ち着くので、いつも寝る前に聞いていると気づいたら落ちてしまっているくらいファンです。女？女子？ジアスカイさん、女子？私は北海道に住んでいるのですが、ホール状況が奈落の底です。みんなの社交心を煽ると表向き上、規制などがうるさいのは分かります。
最近はライターの方も結構いらしているので、新さんにぜひ来ていただいて北海道を盛り上げてほしいです。なるほど。オファーがね、だからね、結構東北と一緒でね、1ヶ月前とかなんですよ。僕も行きたいです、北海道は。本当に行きたいです、帰省される前にね。はい、行きたいです。はい、 MSYTBT さん、楽しく拝見してます。初代窓マギについて質問。俺に聞いちゃう、俺に聞いちゃう、窓マギを俺に聞いちゃうか。ほう、朝一汚れはみ出し中の演出が起き、まずここで俺分かんないしね。ポイント91以上が確定している状況で、あ、そうなんだ、エピソードが出てくるまでと打ち進めておりました。まあそうだよね、ここは分かる。その後数回ボーナスを引いた後、うん、モード B の状態でマジカルチャレンジに入り、そのマジカルチャレンジ中にジャクチェリーを引き、背景レインボーとなりボーナスが確定しました。はい、ここまではいいです。そのボーナスが裏ボーナスレグだったんですね。そして裏ボーナスが終了すると1ゲーム連で最下エピソードボーナスが出てきて、そのエピソードまで、その裏ボーナスが終了すると1ゲーム連で最下エピソードっていうのは、これは多分マジチャレ中にゲーム数解除したんだよね、うん、ここまでは俺も分かるようになった。そのエピソード終了後、通常のビッグボーナスが1ゲーム連しました。これはあれでしょ、裏ボカなんかにくっついてくるやつでしょね。もしくは1ゲーム連を引いたか。そうです ね都合3連。裏ボーナスはいいとして、その後の2個のボーナスが出てきた理由は今説明した通りですよ。まあまあやるようになったでしょ。うん、うん、合ってたよね今ね合ってたでしょ、合ってたよね。裏ボーについて、いや、ごめん、1ゲームのゲーム数解除の1ゲームを選んだってこと。うん、そう。前回のモードが実は天国準備により何らかの形で最後の通常のビッグが出てきてたのかなと思いましたが、上記の1ゲーム連後天国にはおらず、モードは B におり、 B 天国天国 A という流れでした。どこかで汚れポイントが大量にもらえ200ポイント貯まっていた可能性もありますが、レア役も定期的に引いており、汚れの貯まる演出も数回しか確認しておりません。もちろん一番小さいやつです。自分の引きで天国準備、天国 B とモード移行したとも考えづらくして、それなんじゃない、まあ、うん、うん、すっごいもうお願いしますって書いてあるんだけど、俺にできるのはここまでだうん、なあとはもう、あの窓マギプロとかに相談したらいいんじゃないか。はい、次、たまるりさん、そう、番長にて質問。とどろきを選択した際はボーナス、新さんのように7を揃えず金7が滑るのを楽しんだりしています。そこで一つ気になったのですが、7を揃えず BB 終了、ボーナス終了、通常でベルナビが来ていただきの流れかと思いますが、この時のベルナビは6カウンターの点灯抽選を行っています。はい、そこが謎らしいんですけど、勝っていたのに気になって勝てません。あ、これ違う、謎ですっておしまいだね。はい、やってます、やってますよ、大丈夫ですよね。はい、次、うーん、はい、番長信頼伝の秋江門、秋江門さん出ますね、4月の第1週に出ます、番長3ね。はい、次、田中太郎さん、かなり人気が下火に出てから、ジャッカシームにはまり、1台しかない店でちょろちょろ打ってたものです。今後、ジャッカシームの再燃、またはジャッカシームのような台は出てくるのか、お分かりになるのでしたら、喋っていただけると、個人的にははしゃぎます。あまりパチンコパスを打てる身の上ではないのですが、新さんの動画は見れるようにしてますので、何卒、ぜひともご覧になってください。ジャッカスに関しては、あれは本当に面白すぎるというか、マニアックすぎるというか、結構入れては消え入れては消えなんですよ。だ、僕も付き合えるホールだったらジャッカス入れて入れてってやって入れてくれるんですけど、やっぱりその3週間4週間見ると稼働が全然しないんですよね。でちょっと入れたホールも新さんやっぱ無理でしたっていうんで外れてるんですよ、1ヶ月後行くと。それの繰り返しなんで、だやっぱりね、休憩順記がある状況では難しいんじゃないですかね。うん、はい、
だまあ僕もなんとかジャッカス導入してっていう働きかけをしてますんでね、全然まだちょっと力足りてないですけども、はい。次、田中正田さん、新さんがメーカーとなってパチスロ作るんだったらどんなものを作りますか。そうだね、うん、まあ夢のある台だろうね。はい、次スタイル MCC リップさん、マド2とバジ3を打ってないみたいですが、ここの2機種のここがダメだったから打ってないみたい、なんで打ってないのか教えてください。まずマド2、マドカマーキが2に関してはあれはなんかちょっと判件的に声優さんの問題でちょっと NG な部分があるんですよね。でバジ3に関してはあれは楽曲がなぜかバジ3になったら NG なんですよ。だからちょっと大手のジャンバリーとかバジ3にもマドカマギカ2の動画もないと思うんですけど、そういう理由です、はい。でまあグイグイ来てるっていうかところは割となんぼのもんじゃいで動画撮ってますけどね、はい。だから僕はちょっとあんまりメーカーとごちゃごちゃしたくないっていう部分があるんで、もっとこうもっと違うところから攻めていきたいっていう考えなんで、まあ窓かまぎか2もバジスリーも歌んでも一緒結果論ですけど、はい。サトルさん、シンさんの動画に出会えて初めてパチスロの楽しさ分かりました、今最も弾いてみたいプレミアフラグは何ですか。僕は窓まぎの裏ボーナスです。フリーズは弾いたことがあるのですが、裏ボだけは1回も弾いたことがありません。なるほど、転生は8回してると。うん、何でしょうね、あ、マドカのフリーズかな、まだ弾いたことないから逆に、うん、逆にフリーズでしょうね。まあ、ただサラリーマンパンチョのフリーズも随分ご無沙汰なんで、多分20万ゲームぐらい引いてないんで、それもそろそろかなとは思ってるんですけど、いや20万は言い過ぎたな、12万ぐらいかな、夏にポンポンポンって3回ぐらい引いたもんね。はい、ヤンタンさん、質問です。ジャッカスが設定6で 119% もないって言ってましたが、新算的にジャッカスの6はどれくらい割があると思いますか。最近私が言ってるマイホに寝台入れ替えでジャッカスが1台入ったので楽しく打ってます。また動画でジャッカス打ってる姿見てみたいです。はい、打ちたいですね。僕の中ではジャッカスの6の勝率は僕が知ってるホールデータ上では勝率は8割ざっくりですよ。115、6じゃないですかね、うん、119あるかな、アベレージ3000は出ないっしょ。出んのかな、あるか。ような気がします。あなたまんまい出してるからでしょ結構苦労してる。まあ俺もまんまい出してるけど若干すぐ あるな、119あんな、あるな、119あんな、あれな、あるわ、ごめん、ある鳴らしたら119ある。だってまんまい結構見てんもん若干すで。うん、まあそれだけ設定使ってるお店が近くにあるってことなんですけどね。はい、キリンキリリキリさん、パズドラ、あてだ、うん、パズドラ。次、石井治さん、いつかの大阪のキング朝一握手させてもらった酒臭かった男です。うわ、その日はシンさんゴッドイーターにフルボッコにされてました。いろいろ変わりつつあるパチスロ業界ですが、ぶっちゃけパチスロとパチンコどっちが勝率高いと思いますか。僕で言うとパチスロですよね。もう圧倒的ですね、勝率で言うと。だって負けないような打ち方ってできるからね。で勝ってるところでやめれるし、パチンコはその勝ってるところが来ない可能性があるから、要は台の良し悪しって具合じゃない、パチンコの結局具合じゃない。でもう当たりを引かなきゃ始まらないのがパチンコなんで、こういうちょっとこれ髪今日切ったばっかだからごめんね、ほんといまいちこうピチッといかないんだよね。
パチソロだと思いますよ、石井治さんでしょ、うん、でほら辞めるに至ってあるかないかも大体分かってるわけだし、そこでね、はい、な感じで次、36セペタさん、最近の新基準の台を見てるとジャッカスが改めて良い台だなと感じます。番長も楽しみですが、ジャッカスの再導入などもホールさんにしていただきたいです。僕も頑張って働きかけますんで、36セペタさん、違う、カペタさんも入ったら打ってください、ね、ゼクタクブ48ラブさん、訪れしてる気がする。そうなんですよ、これね、iPad で撮ってるのね。これ iPad なのね。これ iPad なのよ。見せようか。これでしょ。これをだからこうやってやればいいんだよね。これでしょ。ほら、あ、電話かかってきちゃった。ね。これほら iPad で撮ってるの。で、Mac で編集してるの。なんだけど訪れる。だからちょっと今その原因を調べてるとこです、はい、なんでだろう、知ってたら教えて、ゼクタクブ48ラブさん、うん、はい、次、ザ・レインボー0212さん、いつも動画拝見してます。万博絆プロなど参考にさせてます。子供の頃ゲーセンで打った初代番長、おーゲーセン若いんだね。パチソロと番長の面白さにはまり、20を過ぎたのでたまにホールに行ってサラバンを中心に楽しみながら打ってます。ミサオエンディングを弾いた時は昔の思い出が広がって涙出ました。すごいね、子供の思い出を、すごい20代だね。質問です。自分はボーナス AT ともに鏡が好き、基本的に鏡を選択しますが、細かい演出などあまり知らないので、鏡ボーナス、鏡 AT、 鏡ボーナスにおいて注目すると良い点やモードなどや、まあ切れてんだけど、要は鏡 AT の細かいところを教えろって話でしょ。やっぱあれだよね、あの松明ランプ、あれが先回りとかするから、レバー叩いた瞬間にスッて回るのよ。あれとかたまんないよね、気づいた時のドヤ感、鏡の、うん、あとはあのナビ奥へ叩いてワンテンポ置いてからレバーが右とか言ったりするやつとか、あとはあの鏡ボーナス中だったら叩いていつもとよりワンテンポ置いてからチャンスの出るとかね、ああいうのは全部確定なんで、鏡は違和感イコール確定で、あとは出やすいのがあの6カウンターのあっこの役物の右上か右上が落ちるっていうのは、あれ壊れ告知ってやつですね。あの大都議圏の昔イエティっていう台があったんですけど、壊れ告知搭載っていう台がね、それを継承してるって誰にも納得できないね。イエティっていう台があってそれは壊れ告知なんです、壊れたみたいなんですよ。フリーズの元祖って言われてる台なんですけどね。はい、な感じでレインボーさんね。はい、ヒカルスさん、自分はエウレカがすごい好きですが、エウレカ AO で勝てる気がしません。やはりエウレカ AO は辛い仕様なんでしょうか。一応データだけはチェックしてるんですけど、設定通りみたいですね、あれ。だから多分ヒカルスさんが打ってるエウレカ AO は低設定が多いんじゃないですかね。はい、次、ジャジャンケンさん、先日北斗無双を打っていて止め打ちしてたらプロとみなされ注意を受けました。そこで質問です。シンソンはプロとみなされ注意を受けたり出禁になったことはありますか。またその場合はどのように対処しますか。なるほど、やっぱね、あのひねりっていうか止め打ちに関して言うと全然ベースが変わってきちゃうんで、であのホールデータ上に反映されちゃうんですよ。だから完全にベースがもう突出しちゃうんで、止め打ち、例えば海物語でステージ止めなんかしちゃった日にはやっぱりもう分かるんですよ、あの数字を見れば。例えばプロっぽい連中が来た時とプロっぽい連中一人もいない時のそのベースがね。なんで、でお店の思惑としては結局ね、できればその止め打ちをしないでほしいわけじゃない、普通にやっても。だからその辺の線引きが難しいよね。止め打ち禁止って書いてあるはずだから、そういう店では禁止されてることはやっぱやっちゃいけないのかなとは思いますね、うん、注意を受けたぐらいなんだ、うん、ただ結構ひねってるやつが
出禁になったりっていうのはよく聞く話なんでね。本来はもう区切問題は解決したわけだから、そういうのは出てきちゃいけないんだけどね。新さんはプロとみなされ注意を受けたり出禁になったことはありますか？まあプロなんだよね俺ね、言ったら。それいつも俺そういう注意書きとか見るたびに俺はいいのかなっていつも俺も思うんですよ、果たして。まあお行儀はいい方なので出禁にはなったことないかな。あるわ、昔ね、攻略法やってた時、それこそ3号機のひっくり返った台の、もともとこの業界入ったのがそういう攻略法から入ってますからね。ある台の攻略法を雑誌出版社に持ち込んで採用になったとこから始まってますんで、その時は出禁になってましたね。完全にもう来んなって言われた、来たら分かってんだろうなみたいな。その時は怖かったからね、20年以上前ですよ。そう、まあ一応悪いことをしてると思って、何か悪こちらに非が あったのかなって思って僕は対応するようにしますね。はいはい、次、ロッキーさん。バジ2は ART 中に同時チャンスを引くと継続率の再抽選が行われて、絆は IT 中に BC を引くと再抽選がされないと言ってましたが本当なのですか？絆は寝台の頃から好きでずっと再抽選されると思って打っていたので、ご情報だったのかと思うとショックです。あと審査の影響で初代窓マギにハマってるんですが、何も知らない頃はこっちだな、買っていたのに詳しくなってから勝てません。なるほど。そこそこの頻度で汚れマックスになって裏棒を期待しているんですが引けないし、キューベチャレンジも、いやちょっと窓かの話は俺に聞かない方がいいんだろうか。馬術はそうで絆は違うっていう話ですけども、まあ挙動からですね、結局まあいろんなヒアリングが解析がここは出てないので、例えばその 66% 継続が走ってて、終わるとき終わるじゃん、圧倒的に終わるじゃん、演出とかそういう挙動から推測されたことでございます。本当かどうかは知りません。はい、ただまあ今までのその多くの絆を打ってる人のヒアリングの結果、絆は終わるとき終わるよねっていうことでございますね。はい、バディ2に関してはこれは真実でございます。はい、いう感じでしっかりと向き合ってほしいと思います、ロッキーさん。はい、次、肉厚さん。新さんの動画で見てないものはないんではないかと思うくらい大好きです、ありがとうございます。次々寝台でポセイドン番長、モンキーターン、ビッグネームが続々導入されます、楽しみで仕方ありません。おそらく新さんは番長メインで動かれると思うのですが、ぜひぜひポセイドンの動画神頼みを待っています。ビンゴと北斗をパクったような感じですが絶対面白いと思うので、新さんのポセイドン見たいです。あれ面白そうじゃんね、111ゲームの話とかね、絶対打ちますよ僕。モンキーも打つんじゃないかな、最近モンキー2とか打って、柄でもなくゾーン狙いが見事に決まってね、うわ俺うめえなみたいな、完璧やんみたいな、曲げたんだけどね。はい、次、トノマタトノマトノマ高幸さん、この間豊岡で新さんに初めて会えてとても感激でした。鳥取から来た子かな、島根だっけ、ウィンターゲインを歌われていたのでムービーでシンさんの歌声を残したかったです。音痴だからね、音痴なのよ。いや普通で普通だと思うけど、やっぱまだ足んないなって思いますね。質問ですが、サインをいただいた時に奥義のアローと書いていただきました、今度会いに行った時はまた別の奥義の名前を入れていただけるのでしょうか。なるほど、サインは行くたびにもらってもいいですか。いやもう全然いくらでも希望があれば、はい、高幸さんいくらでも、はい。次、田中プニエさん、番長3とシェイクとサザンアイズのキレキレ販売するって聞いたのですが本当ですか。新さんはこういった販売の仕方をどう思う。まあキレキはあるでしょうね、こういった販売の仕方はどう思いますか。
いいか悪いかで言ったらあんま良くないよな。ただメーカーが生き残っていくためにはそういう切れ販売をしていかないと難しいのかなって思うところはあるけど、うん、うん、難しい問題やね。俺は良くないとは思うな。ただ番長3とシェイク3に関して言うと俺どっちもありなんだよね。シェイク3は全然ありだったし、それより切れ気云々よりは台数だと思うんですよね今後は、うん、バジ3なんかも結局デッドアライブでしょ。でシュラはあれだったでしょ、ブラッドプラス2だったでしょ、うん、とブラッドとシュラに関してはあれやっちゃったらシュラはあんだけ絶対入ったろうし、だ結果論なんだよね。いい切れ気と悪い切れ気ってあるのかななんて思うところもあるんですよね僕からすると。まあ独占禁止法云々なんていう話にも発展しかねますしね。だからちょっとあり方は考えた方がいいのかな、その営業の販売の仕方のあり方。もう少しそのモロロビッチ不連続面みたいなもろなちょっとえげつない感じっていうよりは、そのアフターフォローでありサービスであり、あとはそのそこの部分での、利益の生み出し方というか、なんていうのかな、その辺をちょっとうまく考え、一番分かりやすいんですよね切れ気っていうのが分かりやすいし、で果たしてじゃあそれが業界に対して好影響を与えてるかっていうと与えてないことの方が多いので、だから良くないと思いますね僕は。だからちょっともう少し営業の仕方を考えてもいいのかなって思いますね。僕はただそっちの仕事ではないんで、はい、良くないと思います。はい、岸野正人さん9小文字でありがとうございます。次、心の地図さん、機械割りについて詳しく聞きたいです。現状最高が 119% 119% もう27増えちゃったよ。1日打ち切ってサマイ数何枚くらいの期待値があるのですか。機械割り 120% は出せないのですか。4号機のミリオンゴッドは機械割り何パーあったのですか。一番機械割りが高かった機種を教えてほしいです。なるほど。まず大体3000枚です。 119% で7000ゲーム、本当に 119% の機械割りやった場合はのペイアウト枚数っていうのは3000枚、差枚数で 110% だったら2000枚だから 119% の台が万枚出るって思ってる人結構多いと思うんですけど、それはもう全然確かには 出やすいっていうだけであって他の、ね、119% ない台に比べたら、ただ鳴らすと3000枚です。 119%鳴らすとっていうか本当に 119% って機械割りになるんだったら3000枚、まあ、計算してみれば分かるんですよね。その7000ゲームかける3枚ね、で2万1000枚使うでしょ。で2万1000枚に119かけて2万1000を引けばっていう話ですから、単純計算でね。で、でこの機械割りの出し方がパスローを出すそのメーカーによって算出の仕方が全然違うんですよね。だいぶここのところ統一されてますけれども、昔なんかはそのリプレイをカウントしないで機械割りを出してたメーカーもあったり、もしくはうちはリプレイをカウントしてますとか、だから結局その実際発表になってる機械割りと実勢値である出玉率とのそのギャップが生まれてたのはそこに理由があったんですけれども、だからもう4号機のミリオンゴッドなんつったら結局検定を通す段階での機械割りっていうのはあれはもう順押しだったんですよね、ひたすら、押し順を守らないっていう前提で。だから 140% とかありましたよね、4号機のミリオンゴッドのロックとか。 140% じゃ効かねえな、150何パーあったよねあれ確か、とにかく当時の4号機の AT 機の設定力の出率って言ったらもう119っていうのは言ってるだけで130オーバー当たり前みたいな、
感じでしたよね。で、まあ、あと機械割りっていう言葉に関しても、機械割りっていうのはあくまでそのあらかじめ予定されてる数字、機械があらかじめこの設定だったら予定してる機械割りで、実勢値の方は出玉率っていうよう、いうような解釈の仕方もあるんですよね。だその簡単にその機械割り、機械割りっていうんだけど、まあ、あくまで目安になるのが機械割りで、結果として出るのは出玉率。難しい質問かな。まあ、そんな感じかな。質問の答えになったかな。はい。早い。早いです。早いです。お時間が来てしまいましたので、この続きはまた次回でございます。はい。この動画のコメント欄にふるってご応募ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。